はい、ということでシティスカイラインズ初っ端から電気不足ですけど、ピノアストリート立ってますね。こいつは電力消費 やばいかな、もしかして。うわー、めっちゃ怒ってる。ピノアストリートが立ったことになったせいで。ピノアストリート、しかも、金なくて食べらんないっす。いや、大丈夫、今大丈夫。この、陰キャが持ってくれた土地を活用して。そこってもう拡張限界なのかな、それとも、あ、でもそれあれっすよ、高速側の土地は買えますよ。だから高速側に拡張できる。ああ、高速側の土地、ここってことでしょ。はい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 、こっちっす。ああ、高速を中心に両端に確かにできる。あ、これ地区ごとにあれなんだ、条例決めれるんだ。ああ、だから学校の定員とかそれでできんのかも、もしかしたら。要は学校の定員をめっちゃギリギリにしてみたいな、ね、学校定員縮小とかできる。まあでもちょっと新しく作るスラムがいいと思う。今やると多分このスラムで絞る、別のスラム作った方がいいかもな。こっちの 山奥のなんかもうガチガチ田舎みたいな。なんかこれで特色出していけそう、地域ごとの。確かに公共交通機関無料化とかある、利用者がそうか。ちょっと無茶けど、運賃収入がなくなるっていう。なくなるのきつくない、運賃収入。そしたら多分車が減るってことだよね、多分。だから渋滞とかしてるとこだったら、まあ、もうちょっと交通機関充実させたら多分それで抑制できるかも、車、まあ、っていうのができると。なるほど、深みあるね。まあでもだいぶ待って、 この辺とかは何が、地下を上げればって書いてるから、地下上がるようなちょっとデカめの建物を金貯めて作ってもいいかも。効果高そうな。待って、娯楽度150、娯楽度90。なんか作るわ。鉄道会社の本社ビルとか建てれる。テレビ局。なんか意味あるんですか。あ、いや、なんか普通に公園みたいなもんみたいな感じ。ああ、うん。位置づけ的には多分公園とあんま変わんないと思う。ただなんか金かかる公園みたいな感じだから、もうちょっとなんか。ああ、なるほど。なんかいいもの作った方がいいような。あとなんか俺ら無視してるけどね、一応遊園地とか作れるんだよね。だからそれがまだなんか都市公園がないって言って、テーマパーク、テーマパーク作れるってことになってるんだけど、あの汗くんすごいの作れます。はい、こう見て、これ何これ何これ、え、ちっちゃ、何これ、え、あのあーあー、すごい、え、駐車場だ。あの駐車場作れる、これ。え、駐車場の看板じゃん。なん、よくわからん、なんかどうにかしてなんかできるっぽい。おお、信号機だ。おお、4等信号機。いっさ、すごい、え、すごい、え、すごい。おお、つけよう、ちょっとつける。え、電車いいな。パーク整備事務局、これ作ってみるわ。パーク整備事務局。え、待って、場内信号ある。場内信号あの、パッと見てパッと知らないんだよな。うん、公園、大きい遊び場、この辺の遊び場とか作っとくか。どっかに都市公園ってのないかな。そしたらそれをやったらなんか作れるっぽいんだよね。なんかこう、あ、なんか都市公園を設置するってのやるとできるんだけど、都市公園ってのはどこにあるのか。どっかにあるらしい。あと陰キャ転生、これあれできるよ、はい、カジノできるよ。え、カジノ作れる。いや、2と こっちは左側、やっぱここさ、どこカジノ、そういう地域いっぱい作りてえな、ここら辺。もう普通のこの住宅街とかもう基本的に潰していっていいんじゃないですか。あ、この、え、まあ確かに。どうだろう、じゃあ この辺ぶっ潰して、ぶっ壊して、あの、カジノ誘致する、ここに、うん、で高密度にして、多分人口が多分、あと多分ね、この地区でも半分に割らないと、こっちも全部カジノになるよ、これ。ここら辺。あ、じゃあなんか、あ、そう、あ、そういうことか。縦の駅ここにあるから、こっから右側カジノ区域みたいな。あー、確かに確かに確かに。ここの縦線がカジノにするか。あ、ここ左側、これエコータンで、エコータン県カジノ仕様になる。じゃあこうするよ。あ、オッケーです、オッケーです。あ、でもそれでもいいと思う。俺上もありかなと思ってるから、ちょっとここでいいんじゃない。こっちかこっち側で。レジャートック、はい、観光トックとかに一応できるんだけど、レジャーにする。観光業楽しませる。レジャーレジャーが多分カジノ。じゃあレジャー、レジャー行こう。じゃあレジャートック、マフィアシティ全部今なんか建て替わってる多分。うわ、で待って、すごい、
一回多分やり直さなきゃいけないのが区画整理してここ多分区画整理今だともやるならもう多分 やっちゃおう朝井くん頼む担当これレジあ、オッケーカジノ行くわ大阪のカジノできるとこなんて名前だっけあそこにしようかも名前そんなんあったっけあ、大阪じゃねっけなんだっけ横浜のやつでしょなんかあ、横浜かあ、そうだ多分そうだわで、レジャー施設っぽいものをなんかなんだろうで、これをすると多分カジノを多分建てれるようになったりするはずへえ、すご高級ホテルとかその辺建てれたりするはず。まあもうちょっとだね。商業地区の建物をちょっともうちょっと建てないと。あともうちょっと商業にしてもいい気がする。なんか住宅ばっかだからもったいない気が。商業は今ちょっとあの向かいでしてる。こっち側で。あオッケーオッケーオッケー。であとここ買わない。っていう地区作るかこれ。いけです。ここ買わない。あオッケーです。あナイス。これで待って直でアクセスできるにするわ。この高速からで道路も一回増やして。ただ高速これちょっとここなんかした方がいいかもなんかあの乗り越えたりみたいなあそうオンバーパスできるようにしたいなんかそれこそクローバー交差点置いちゃったりしてもいいんじゃないここポイって確かになんか置くなら今のうち感はある任せてもいいっすかもう全部壊しちゃってガーって置けば、まあ、ちょっと任せる確かにもうちょっと消そう、うん、ギリギリまで消したでああいいね待ってこれ向き大丈夫これあ大丈夫俺つなげるの手伝うわオッケーでこれで どうする高速の周りとかもさなんか立ってたらめっちゃ面白くないあで朝日がそこをやってる間にその通り沿いどうするなんか商業でいいかもだよねだ低層の商業じゃない方がいい、まあ、低層と高層確か区別がなかったんじゃないかな確かこのカジノって高密度商業区域はありますけどこれ関係ないんですかあんまり、まあ、高密度にしといてみてもいいかも、うん、そこなんか高密度のイメージレジャーは確かレベルアップの概念がないからこのままみたいなあはいはいはいで半分観光とかにしてもいいような気がするけどなあじゃあなんかエリアがあって適当に半分観光みたいななんかめっちゃ田舎のなんかあれになってるなんかボーリング場たくさんあるうわ出たザ・マジェスティ来たなんか勝手に入るやつたまに入るクソデカセ建築物これ返金実は結構金額高いからああ消せば金入るらそうあれボーナス建築物みたいなあの高竹失われた高竹でもある。あ、高竹発展してる、なんか。高竹の、あれあれすごいでかい。高竹なんかすげえことになってる。やば、草金持ちやん。高竹21世帯住んでるんだけど。ちゃんとあれなんだけど。大家になってるのか。地下上げる、高竹の。あのね、あの、最強庭園があって、南国庭園、まあ、ちょっとなんか面白いの置くか、せっかくだし。あれ海遊館ある。え、マジ海遊館じゃん、これ海遊館カジノに囲まれた、小学校嫌だなどうすか、海遊館でっかえ、なんかもう相当レベル高い高密度地域になってるよ、今ニートボシティ発展してきたニートボシティマジで発展してるまだ地下足んねえ、高端ハウス結局無理だ、これ置かないとダメだな、これ多分相当発展するかも今からあの消防署を置いためちゃくちゃ公共施設うわー超建て替わってるこういうことって別に病院いらないいやいると思ういやさすがにいるあはい別に東横の人はなんか病気にかからないとかそういうのじゃないんでなんかやばい何人か病死してる いやじゃあマジェスティ3個立ってんだけどなんだこれ全部売れ全部売ろう全部売る全部お20万ぐらいするああいいね観光地区みたいなのなんか作っときたいなこの辺とか陰キャこれちょっとだけエリアあれするよ分けるよ若干この地区のエリアをちょっと消去してでここまでかなで観光おおなんか見て観光良くない？ホテルめっちゃ立ってる。
観光地。おお、来た来た来た、にぎわってきた。朝井くん、ここから入ってくるからさ、こっち、うん、なんかこう、いい感じにつなぎたいかも。どこら辺までつなぎます？あー、なんか ここがさ、ここがなんか一番でかい通路だから。はい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 、はい、ここをなんかやるべきな気はするけど、なんかここと同じ感じに。そうだね、 OK っす。まあじゃあここだけどかして。 OK、 多少あれかもしれないけど、潰れるかもしれないけど、まあここは行こう。なんかここからこう改善が必要かもしれない。え、どうしたの？あの、いつものあの渋滞がどこで起きてる？どこ？なんかだいぶ橋の上に溜まってきてるんだけど、そんなの。あー、まあ、まだギリセーフって感じ。まあまあまあ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。あの、もっとすごいのはなんか、あの、あー、でもちょっとまずいな、入り口が。でもだ、そっち朝日の方でくっつけたら、でも分散するか。朝日くん、なんかこれ、この辺なんかこういい感じにこう繋いで、大通りみたいな、どうする？え、そうすんの？そう、面白いことやってんね。え、なんか、あ、大通りにくっつける、あ、インターチェンジみたいな、そんな感じで。そう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 、なんかイメージ的にやりたいのは、そう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 。じゃあここからつなげれば、あれなんもう、そうそうそう、はいはいはい、まあ、こうだよね、多分こう作っといて、すべてを理解しました。で、じゃあまあ、あとここが接続されればっていう。もうなんかまあ、確かにそこから普通につないじゃえば、なんか多分これでいいかも。なんかシンプルで、確かに確かに、うまい。でこれでこっちを通せば、多分なんか別の侵入経路で入ってくれる。そう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 、これで時間経過で、ああ使い始めたから渋滞は緩和されるはず。ああ、まあ渋滞は確かに渋滞緩和されそうな気がするね。これでこいつらがどこ行きたいのかちょっと見てみるわ。こいつらどこ行こうとしてんのこれ。左上のなんかあの矢印を押すじゃないですか、交通経路って。あのめちゃめちゃある中で、で道路を押すと、そこの道路を使ってる車がどこ行きたいかみたいなのが全部出てくるんですよ。押してこれか、あのなんか矢印、水色、それで道路を押すと、あー、なるほど。もうほとんど奥だね。東横ハイウェイみたいなのを作ったら緩和されるかも。なんか東横だけのためのラインみたいな。ここから延長させて東横に入る場所作っても。あ、確かに確かに、ここから延長させて東横の逆側に合流してるから。確かに、ここちょっと一旦整理して東横専用出口みたいなの作る。確かに、ちょっと緊急用でちょっとこう繋げるわ。ここちょっとだけでもなんか緩和できるように。出ていく車はそんなに大変そうじゃないんだけどね。入ってくる車がだいぶ辛そう。あ、あと、あ、これ思ったよりここやばいことになるかも。このもう一個のレーン、え、そのさっき作ったところ。あ、出口、出入り口、出入り口、なんかなんか思ったより利用者多い的な。利用者が想像以上より多いかもしんない。これ待って、こいつらがどこ行きたいんだ。いや、なんかね、なんか輸入してる車までここ通っちゃってる感じするな。なるほど。あー、なんかノルノル農場の奥に行きたい車がここで遊んでる感じ。あとなんか、あのエディン・コバナ号とかがいろいろあるから、これ壊しとくよ。これ多分生えてくる、生えてくる。はい、ここなんかそんなにすごい場所でもない割に、エディン・コバナ号地域高層ビルが突然ドーンみたいな。あと、これ、なんか、ノルノル工場の、なんか、壊れた建物、定期的に、従業員が、教育受けて、これ、マジで、なんか、新たな東横を作って、そこもガチで、学校行っちゃダメみたいな地域。学校ない場所みたいな。定期的に東横を作んないといけない。この辺作んない、この辺。この辺に、もうなんか、ガチの本気の、本間本のスラムみたいなの作って。え、なんか人口減少傾向いない、これ。いや、多分今、建て替えてるからだと思う。そうそう、多分。再開発で行ってるときは減るかも。でこれで2車線の狭い遠距離はもう ここも殺そう。やりまくる。新しいエリア作って小卒みたいな。え、もう これでいいんすか、このもうなんかこれで、もう最大効率いいっすか。最大効率しよう。エリア俺作るよ。ああ、このエリアの名前だけつけて、そう、頭あるそうな名前で。はい、最悪頭悪そうな名前とか。で、条例を
小学学校定員縮小、市民が教育より仕事を選ぶ、対象市民が資格なら少数のみが大学に通学、小学校廃止みたいなのないのかな。いやもう置かなきゃいいんじゃないですか。いやでもね、あの遠くの学校行き始めるから結局これ。あ、そうなんだ、無理やりでも行き始めるのか。え、じゃあもう隔離したらよくないですか。あ、ダメか、でも出勤しないか。あ、娯楽用薬物使用。いやー、え、大丈夫なん。いや、もう知らない。だ、税収が増える。あ、税収増えるんだ。うん、違うな。まあ、うん、ちょっとはマシだから、まあ、ここに一回これ最高効率でやるから、ちょっと水道整備してくんじゃない。あ、オッケーっす。今何つったお前、今日チッチって言ったお前。いや、なんか良くないのが聞こえた気がした。なんかバカ道路作った、バカ道路。え、でも意外とありかもな、意外とありかも。これ見て見て、インケタですよ、これ下の方。え、これでもバカっぽすぎる。でもなんか意外と使ってる使用者もいるし、スイスイスイっていくの。え、すげえすげえすげえ、運転うますぎだろ。いやでも確かに、でも結構これってこう、あの信号の概念がないから、この道路ってマジで流れるように行ってくれるの。ぬるぬる行ってくれる、うまっ。まあ、これでほっとけば多分ここはマンダロア、マンドロア地区。え、マンダロア、マンダロア。あ、まあ一応定員は割ってるから、一応なんかいるはいるんだよな。あとなんかこれあれしないとまずい、放棄されましたを、なんかいっぺんにこれ消さないとマジでやばい。みんなでやった方がいいかもこれ。あ、ちゃんと教育受けてない、大丈夫。教育受けてないやつらが、ちゃんと受けてないやつが13人来たから、なんか、あー、いいね。うん、ちゃんと受けてないし受ける気もなさそうな雰囲気出てる。おお。ただちょ、見てもらえば分かるのに、予想以上にここを使いたがる人間が多いことが判明してるから、ちょっとそんな需要高い、接続路増やすわ。めっちゃなんかこれ真ん中の道だけ普通の道にした方がいいのかな。それすると、あの信号ができるから、信号はないような、こうなんかズル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 行くみたいな。ここはじゃあ逆にここも農道にしちゃった方がいいかな。なんかここで固まって止まっちゃってんわ。確かに農道化した方が、あのこれ市がこれ割と発展してないのか、いつの間にか。あ、なんかあれ、いつの間にかまあまあいい街になってる。しかも、まあ、そんな、あ、いいね。え、行っちゃよくないとか、なんなら、まあここ結構いいかも。あ、でもそっか、カジノが一番高いか。カジノは地下が多分、このホテル街とかができてるから、この辺。すごい。あ、ニートボシティが一番高くて、カジノで滋賀もなかなかそれに匹敵するレベルの発展度合い。すごいな滋賀。置いてて、やなんか伸びとるわ。え、なんか、えって金やばくね、みんな。俺だけこれなんか70万ぐらいあんだけど。いや、それは70万ある、ちゃんとある、ちゃんと本当に70万ある。いや多分今なんか割と軌道に乗っててみたいな感じだと思う。そうそうそう、再開発した分の金が今こっちに来始めてる。ちょ、空港は、あ、飛行船しか無理だ。空港まだないわ。空港今のタイミングでやるのやばいだろ、さすがに。空港7万人いないと無理だわ。まだ3万だわ。あー、まだまだ道のりは遠いな。カジノがまだ出れない。なんか、まあね、マジでレジャー地域もっと拡張しないとまずいかも。ここの上通すべきだな。待って、これちょっと考え直そう。下げた。OK。おお。多分ね、商業地域の量が多分結構もっと必要になる気がする。なんかカジノ作るまでのなんかまだかかりそう。公園とか置いてみるか。めっちゃ充実させて学校だけないみたいな感じするか。マンダロはどうなってんの？マンダロはまあまあまあ、でもちょっと少ないかも人。ああ。手前は移住してきたけど。まああと時間だよ正直。うん、確かに。で、林業のところ多分まだ壊したりしてないんじゃない？いや、てかもうあれなんですよね。ガチで労働人口なさすぎて、多分これ壊しても次なんかまた他のとこ壊れるみたいな感じだから。一瞬で壊れるんだ。はい。
あとだけどその労働者がここに純粋に来れないっていうのも結構ある気がする。高速道路引いたら解消するかも。あーそっか、普通の道しかないのか。そうそうそう、来るのに。じゃ高速引きますか、うん、そっちに高速引いてもいいかも、ま、マンダロア方面の高速引きますかの方が農場方面いいかも。お、主要都市になった。あ、なんか時間がなんか多分なんかで時間が多分ずれた。あ、多分俺がポップアップ出たから。フリーズリスタートザ、あ、今出たわ。俺大都市って出たわ。そういえば一回じゃあ席をします。はい。